はい皆さんおはようございます今日は11月の2日金曜日の間違えた火曜日の朝となっています一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩に関しては、まあ、マーケット全体としては非常にまあ、グロース関係のマーケットというか株式ですね非常に強い1日だったかなと思っています、まあ、かなりあのー、まあなんていうんですか銘柄ごとによって偏りがまあ、あるような印象も若干あるじゃあ,あるんですけれどもやっぱり月初の フローとというのが非常にやっっっぱり一番大きなな要因だったかなと思ってますこれはやっぱりいろんな昨日ニュース出ていた中でやっぱりそのファクターがですね一番大きいと思うんですよね。でそれに加えて債券市場に関しては明日あさってですね FOMC があるので、まあ、そういったところを受けてですねやっぱりまだなかなか動きづらいというところもあるので、まあ、株式市場の方が先行して非常に大きなフローが 株式市場に非常に入っていったと。で、それの背景として、まあ今日いくつかニュースご紹介をしたいと思うんですが、今日に関してはあまり多くニュースカバーするとちょっと情報がブレるかなと思ったので、まあ、少し絞ってお話をしていこうと思っております。はい。まああの一番の今日の個別株の注目ポイントに関しては、まあ、テスラがこれだけ上昇している8%ですよね。アフターでも1%くらい上昇しているんですけれども、まあ、1日で10%ぐらい。 まあ、このテスラという規模の会社が上昇する、まあ、背景どんなものだったかっていうのを、えー、今日はちょっとご紹介をしていきたいと思うんですが、えー、まずはですね、指、えー、数の方をちょっと見ていきたいと思いますダウ、はい、がですね、プラスの0.26%サンド P がプラスの0.18%ラスダックがプラスの 0.63%0.63% <laughs> ですねラステン2000がプラスの2.65%となっておりました で金利に関しては米国の10年債はまあほぼ変わらずというような感じであとはここ最近非常に急上昇していたオーストラリアの金利とかっていうところもかなり落ち着いてきているような状況ですでやっぱりですね世界的な金利のちょっと高騰っていうのがここ、まあ、数日間というか1週間ぐらいあったわけなんですけれども、まあ、そこに関しても少しやっぱ落ち着いてきた感っていうのはあったりですとか、まあ、このあたりも月初のフローというところもあって 米国以外のところはですね結構債券が買われていたりとかっていうのもあったりはするのでまあ少しずつ沈静化していくんではないかなと思ってはおります、はい、で FX に関してはドル円が114円ぐらいですね、まあ、そのあたりで落ち着いているので一つまあいいあの、まあ、兆候かなと思っておりますでちょっと一旦ニュースに行く前に先ほどの、えー、チャート戻ってというか行きたいんですがさっきラッセルが2%こ上昇してましたよねで これに関しては、えっとまあ、ショートカバーだったりとか、まあ、あとはですねあの、まあ、かなり割安になってるものが多いというところもあるので、まあ、ちょっとバーゲンハンティング的な会っていうのが入ったとっいうのは一、まあ、つあるかなと思いますでその一方で、えー、それらの銘柄に対して、えー、どん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 ポジションを積み増していって、えー、長期保有していくかどうかっていう話とはまた少し僕は別かなと思っていて えー、なぜかというとあのやっぱりバーゲンハンティングしているような企業に関しては中にはまあ全てじゃないんですよあの中には非常にファンダメンタルもいいですし長期的にビジネスモデルも非常にいい製品もいいという会社ももちろんなくはないかと思う一方で、まあ、今回の、ね、やっぱり買いに関しては、まあ、割安感っていうところだったりとか まあ,あとは新しく新規に入れるにあたってやっぱり大型銘柄に資金が非常に今偏っていると思うのでまあそういったところの,あの出し入れっていうのも一つやっぱりあったのかなと思っております、はいまあ、あの僕個人としてはまあ今非常にファンダメンタルもいい強い銘柄大型銘柄っていうところに中心にまずは入れていくというところをやっていこうかと思ってますちょっと Google がですね3%ぐらい下落してるんですがちょっとこれいろいろとまああの引き続き見ていきたいとは思う一方で まあ、そんなに大きくまあ心配するというところでは、まあ、個人的にはですね、ないかなというか、の僕のポートフォリオとしては思っております。はい。まあ、あの、またおいおいですね、この辺りも触れていきたいと思うんですが、ここからですね、皆さんと一緒にウォール・ストリート・ジャーナルとブルンバーグちょっとニュース見ていきたいと思います。あと、ロイターもですね。で、その前にですね、もしこのチャンネルを応援してく,れくださるという方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録や、あとはベルボタンも押していただけると、 このチャンネルの非常に大きなサポートになりますしあとはグッドボタンもですね押していただけると、えー、嬉しいですよろしくお願いいたしますでは、えー、こちらから、えー、ですねまずニュース見ていきたいんですがもう今日の一番のトピックなんといっても、えー、この COP26 じゃないかなと思ってます、まあ、各国の首脳ですとか、まあ、非常に、えーまあ、重要人物が あの集まってまあ気候変動に対していろいろと現在いろんな話をしているわけなんですけれども思った以上にえこれらの,あのまあ主要な国がまあ国が発展途上国に向けてのサポートっていうところも今後拡大していきますよというところだったりとかあとはですね世界各国もまあこれまでに立てていた目標よりも大幅にえまあなんていうんですかねあの温暖化に向けて対策を取っていくというような ま、計画を発表していたり、とかっていうところもあって、まあ、テスラの上昇というのがまあ非常に一つ大きく引き起こされたんではないかなと思っています。で、今の国際会議とかで言われているのはまあ、ネットゼロっていうことも、皆さんも少しずついろんなところで聞いていたりとか、カーボンニュートラルっていう言葉聞いたりとかすると思うんです。けれども今はですね。2050年に向けてまあネットゼロとかっていうところが非常に議論されているわけなんですが、まあ、これはですね。 あのまあ第一段階みたいな感じで、まあ、あの制定されているのかなと個人的には思っていて今の先進企業に関しては、えー、2040年ネットゼロみたいなところが非常に、えーまあ、叫ばれているとか掲げ,掲げられているんですよね目標として。でこういった目標の,あの前倒し化っていうのが今やっぱり本当に。 え、起こっていて、かつこれを前倒しできないところはなんかダメなんじゃないかみたいなまあ、論調っていうのが今後将来的にやっぱあるんじゃないかと僕は思っています。なので、まあ今後、えー、少しまあ、1年ぐらい前ですかね。ちょうど本当に1年ぐらい前にあのー、まあ一時期 icln です。とか。まあ、その気候変動関連えー、まあ、クリーンエネルギー関連のえ何、ー、て言うんですか？etf が非常に盛り上がったタイミングがありました。けれども、もまあ、そういったところに対して。 さらに資金が今後入っていく可能性っていうのはちょっと強くなっていくんじゃないかなと思ってます。でそれに伴って、えー、テスラですかねへ、えー、の資金の流入だったりとか、まあ、クリーンエネルギー関係の資金の流入は思った以上に加速してでかつもっともっと大規模に入っていくるんじゃないかなと思っています。やっぱり非常に大きく資金として、まあ、成長産業だよねっていうところでまず資金を入れるというのもある一方でやっぱりそれ 周りの、えー、投資家のんて言うんですか、ね、要望っていうのがやっぱり大きくてどん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 新しいファンドが立ち上がったりとか、まあ、そういった方向へ資金入れてますかあなたたちのファンドみたいな感じに <laughs> まなってきたりもするとなので投資家への圧力っていうのはかなり強くなってくることもあってテスラっていうのはやっぱり自分たちでもソーラーの、えーまあ、パネルとかを使って電力を、まあ、あの太陽から太陽光でもらって 自社の、まあ、製造ラインとかっていうのを回しているとかっていうのもやっぱりあったりしますし、まあ、何から何まで彼らに関しては、えーまあ、何から何までで言うとちょっと語弊ありますけれども、まあ、クリーンエネルギーに寄与していると。でかつ、えー、今後も積極的に、えー、世界各国に今は、まあ、インドにも今後工場を作るとかっていうのを発表してますけれども、えー、世界各国に対して 労働力の提供というところも行っていますし、まあ、そういったことをすることで、まあ、非常に経済も下支えされるということでやっぱ政治との非常に密接な関係かつ良好な関係っていうのが持てている、まあ、これもあってテスラっていうのは今後投資家が最も投資,やす投資をしやすい企業の一つになってくるかと思いますこの辺りは今後どこまで成長するかっていうのは正直分かりませんしこの1兆,ドル1兆ドル超えたあの ワントリリオンダラーカンパニーになってから10%ぐらい1日で上がるって、まあかなりすごい成長ですよね。はい。まあこれちょっと本当に信じられないぐらいなことだと思うんですけれども、まあこういったのがあのトレンドとして続いていくんではないかと思っております。まあその一方で今日に関しては、えー、小型株、小型株へのバーゲンハンティング会的な会っていうのは入りましたけれども、基本的に、えー、今年から来年にかけての この約1年ちょっとの期間に関しては確実に僕はこれ確実にっていうか言っていいか分かんないんですけど僕としては非常にファンダメンタルがいい大型企業の方がまあ競争優先もあってパフォーマンスはいいんではないかなと僕は思っております。はいまあ、ちょっとこの辺は分からないですし、まあ、そのどういったメーカーに投資したいかっていう個人的な何て言うんですかね まあ好みもあると思うので、まあ、そのあたりは、そういったところも考えて、投資していっていただけたらなと思っております。はいまあ、ウォール・ストリート・ジャーナルか今日はそれだけにちょっとしたいと思っていて、えー、ブルンバーグの方ですねに関しては、引き続き一面というか、一番上は気候変動絡みのニュース、COP26 がらみのニュースとして、やっぱりなっているので、えー、このあたりの注目度プラス、経済へのまあ波及効果というのは、かなり大きくなってくると思います。はい はい、でもう一個注目していきたいのがまあ引き続き中国ですよねあのまだまだこのデベロッパー関係の、えー、債券の、えー、支払いっていうのが、まあ、今後どうなっていくかっていうのはまああの闇が深いというかあのことかと思ってます今のところはまだまだクーポン払えたりとか、えー、支払いできてると思うんですけれどもこれが支払いを継続できるかっていうと まあ少しもししもかかするるとと難いい可能性は十分あるかと思いますでそれはなぜかっていうとやっぱり中国の経済自体今ものすごいあの成長産業ももちろんあるんですけども、えー、少しやっぱ成長が鈍化してきてるとでそもそも政府としても、えー、この中国のデ,デベロッパー関係をベースとした経済成長っていうのはもうちょっといいよねというかやめたいよねっていうのは思ってきてるとでその中で 今デフォルトがこの初期の段階でバンバン起こり始めたらマーケットかなり混乱するということだと僕は思うのでやっぱり今のところはある程度資金を工面できるようにアシストを何かしらやっぱしていると思うんですよねでこれが少しずつまあ徐々に状況を改善していったりとかっていうふうにする中でまあ多少のデフォルトが起こったりとか小さい企業が大きく潰れたりとかっていうのは将来的にはあると思うんですがこの 中国構内とかいきなり潰れ始めたりとかすると、まあ、あまりにもやっぱ波及効果大きいというところで、この辺はちょっと抑えているのいるような状況にあるんじゃないかなと思ってます。いずれにせよちょっとこういった中国関連のニュースっていうところは、まだまだちょっと難しい局面があるかと思ってますし、まあ、あとはですね、ちょっと、あの、今日、画面を一緒に見ながらご紹介はできないんですが、えっとですね、えっと、まあ、非常に 今あの注目をされているフォートナイトでしたっけあとで,でしたっけってちょっと聞いて申し訳ないんですがアメリカの方でもここ最近非常に、えーまあ、注目をされていたゲーム会社が中国の方であすいませんテンセントだったかなあのちょっと <laughs> 細かいこと忘れちゃったんですけどあの中国の方で、えー、ゲームの提供が終わるでかつそれが確かテンセントがかかっていたりとかっていう風にしていて、まあ、そういったゲーム産業が少しずつあの、まあ、衰退 じゃないんですけど、あのまあ、規制が本当に実装され始めたということで、まあ、結構ですね、やっぱりそういった大手テックのところがダメージを食らうようなニュースとかもまあ、若干出てきてたりもすると、ちょっともう少し詳しく僕もニュース見ないといけないかなと思ってるんですが、まあ、やはりいろいろと、えー、規制がその不動産というところもそうですし、テックのところもまこういう枠組みでフレームワークでやっていきますよっていうところから、まあ、本当にまそういったところから実装されていくようなフェーズに今入ってきている中で。 なかなか経済の発展というところに向かっていいニュースが中国はやっぱないんですよね。なのでまあこの辺りに関しては引き続き沈黙をしていきたい。でかつ中国で投資を今できるとすると、えー、国策として今後も注力をしていく EV とかまあその辺りになってくるのかなと個人的には思っております。ちょっとあの普段からあまり見てないので軽々しくいろんな何とも言えないんですけれどもやはり まあニオですとかまあシャオペンに関してはまあちょっとあの足元の状況としては売り上げの台数というところがまあ10月まあえっと9月から10月にかけてちょっと伸びてなかったりとかっていうのもやっぱりあるっちゃあるんですけどやっぱり本格的にこの世界的にえやっぱり取り組んでいかなければいけないよねっていう流れを避けることはできないと思いますしそれを利用してえ中国は世界の経済大国としての 名を上げようというふうにやっぱり今思っている最中でもあるので、まあこの辺りは引き続きあのまあ長期で見ていくと、まあやっぱりいい投資先にまあ中国国内ではなるんじゃないかなと思っております。はい、まあ今日はちょっと終始このコップ二十六関連のニュースの言及にとどめたということに、まあ今回はあえてしたんですけれども一点だけまあちょっともう一つご紹介をしたいのが、米国のニューヨークの職員さんですね、政府で政府関係の機関で働いている人に関しての ワクチンの接種率が91になりましたと、まあ、これ義務化をしたということで上昇してるんですけれども、まあ、これによって大きく感染者の数が減ってくるということがなった場合まあなってるんですけどすでに、えー、本当にその他の国ってどういうふうに対応していくのかっていうのが、まあ、結構やっぱり疑問で、えー、僕は思っていて例えばですけど日本で政府系の職員の方は、えー、この辺義務化ですよみたいになった時に。 まあ社会問題にどういうふうになっていくのかとか、まあ、それがより強いのがヨーロッパの方だと思うんですがそれでもしアメリカを抑えられていて他の国々特にヨーロッパ日本っていうところで感染が抑えられないというふうになった場合これってじゃあ義務化はずっとしないのかっていうと、まあ、それは非常にやっぱ難しい判断かと思いますので、えー、まあ今からあの心配して何か対策を取るというよりも株式投資という観点ですね。 あの引き続き見守るようなところかと思うんですがやっぱりそういった観点からも株式市場にどこに投資するのかってなった時にまあよりコロナのリスクが低いアメリカだよねっていうような選択肢の考え方も一つやっぱりあるんじゃないかなと思うのでまあアメリカに関してはおそらく確か来週ですかね来週から5歳から10歳の子どもに対してファイザーバイオンテックのワクチンを接種開始ということにもなっているとあの発表ありましたので。 やっぱりそういった観点からもアメリカの投資っていうのがまああえてここで、えー、コロナの感染がまあ進んでいきそうなというかあの抑えられないかもしれないようなところに積極的に株価が割安だから入れていくっていうのはちょっとやっぱりリスク高いと思うのでまあその辺りも一つ、えーまあ、ポイントとして。 抑えておくというか考え方の中に一つ取り入れておいておくのも必要かなとリスクのマネジメントの観点から必要かなと僕は思っております。はい。ということで、えー、今日はちょっといつもよりニュースをご紹介するの少なかったですけれどもやっぱりこの気候変動ニュース関連のニュースは今回議論がされてでかつ各国に持ち替えられてで各国の企業が本格的に取り組んでいくと。 ということになっていくと思いますのでえさらにおそらくこの1年半年でもっと資金が流れ込むと思いますので、まあ、そのあたり注視していきたいと思いますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら